始まりましたドライブショー。おはようございます。おはようございます。時刻は今6時30 17分です。おー、細かくありがとうございます。5時起きです。始発です。4時に起きました。わー、ということでこんなに朝早くどこに来ているかと言いますと、はい、神戸空港です。今日は鹿児島にね。はい、鹿児島って実はドライブショーで過去一度行ってるんですよね。はい、はい、本当に魅力いっぱいあるんですけれども、うん、今日はねちょっと今まで行ったことないような鹿児島発見の旅ということで、はい、鹿児島走破編2ということでね。わあ、予報ではね鹿児島ね、あの雨なんです。 70% に今日の時点ではなってました、私の天気予報では。では今回のドライブショーも楽しんでいきましょう。はい、よっ。しましたね。鹿児島空港着きました。いや、鹿児島ってちなみにお二人来たことあったんでしたっけ？初めてです私は。人生初。九州初上陸です。わお。わお、すごい。これちょっと上がるね。あげあげです。私も一回来てるんですけど、はい、お仕事で大学に行ったんですよ。だからもう空港着いた直行で大学だったので。これから車をねちょっとピックアップしに行きたいなと思いますんで。はい、ということで今日の車はマツダ2でーす。なんか久しぶりです、はい、初心に戻る感じがします。そうですね、確かに、はい、結構今まで大きい車でロングドライブが多かったんで、結構これぐらいコンパクトな車はすごい新鮮な感じがしますね。そうですね、久しぶり、ね、まずね、はい、この車に乗って、鹿児島の中心地、鹿児島中央っていうところの方までねとりあえず行ってみようかなと思いますので、行きます。標識、温泉マークが、いやもうワクワク標識、桜島指宿温泉とかね、わならではの標識が霧島神宮とか、パワースポットですよね。そうですね、めっちゃ楽しみなんやけど。これはボンちゃん、そうだ、ちょっとマツダ見せやっぱり中央は栄えてますね。そうですね。おお、今渡りました、路面電車の線路。広島の路面電車結構難易度高かった。高かったもん。あそこ走ってるからなんか行けるって感じ。まだ確かに。着きました中心地。鹿児島中央ドーンって出てきますね。すごい。もう偉人たちがすごいんですけど。なんかいっぱいいる。偉人たちがなんかキャリーさんの前情報によると貸し切って。なんか使えたりするんですよね。そうそう、貸し切ってね、あの飲み会してる人を見たことありますね。最高ですね。そう、移動居酒屋ね、うん、確かに交通安全号だって。あ、ほんまや、そういうことなんや。鹿児島県警察さん、ほんとや、すごいな、鹿児島県警察って書いた路面電車が走ってるねえ。わあ、でもすごいな、うん、結構かっこいいですね。ね、駅前に観覧車があってって。いや、あんまり中央駅の色合いとかもめっちゃかっこいいですね。 あ、うん、あ、この上上がれば鹿児島中央駅っぽいです。はい、あ、上に観覧車、さっき遠くから見えてたちらりと見えてます。はい、本当にあのビームスとかシップスとか入ってるから、うーん、ね、中心のトゥモローランドとか。そうですね、確かに確かに、ショッピングセンターだね。さ
あということで鹿児島中央駅前からね、ドーンみたいな、ドーンです、本当にごめんね、ドーンです、ね、ドーン。さあ次どこ向かいますか。そうですね、一旦ここまで来たので次はチリンガ島っていう無人島が、はい、鹿児島湾のすぐ近くにありまして、はい、でこのチリンガ島に渡れることができる砂の道がね、はい、もう期間と時間限定で現れると。干潮の時間帯だから潮が引いた時限定なんですけど、はいはい、現れるんですよ。じゃあ海の満ち潮で、そうもうバーッと道が見えてくる。そうなんです。じゃあもう期間的にはぴったりで、はい、じゃあちょっと今はもう大都会にいるんですけれども、はい、そこからじゃあちょっとドライブして、はい、チリンガ島、はい、さあ私たち渡れるんでしょうか。だいぶ進んできましたね。ねえ、もうあと30分ほどで目的地。そうです。はい、はい、景色も海沿いを走ってる感じで、ねえ、ね、うん、ちょっと今パッとはねえちょこちょこ見えてるんよね。そうですね、うん、出たり入ったり出たり入ったりその今から行くとこは海のこう満ち欠け関係なく雨がたくさん降ったら難しいとかもあるんですかね。水量が増えてそこら辺の情報が全くなく、うん、あと5分ぐらいです。あ、もうすぐやん、はい、ワイパー止めたらあかんぐらい降ってる。そうですね向こうに見えてるあれかな、あれですかね、もしかしたらね。確かに、島っぽい。楽しみ、どんなんやろ。道ある、あれ、あ、道ですよね。なんかそうやんな、でも島に続いあるかも。すごい、そうここですね、指宿エコキャンプ場ってところを入ってもらったら、すぐ左手に駐車場が、はい、ここですね。あ、広い駐車場が止めやすい。そうですね、あ、マツダ3や。あ、ほんま。ちょっとっあそこの隣行きましょうか。はい、はい、せっかく同じ色じゃないですか。同じ色やね。確かにね。え、おお、ちょっとお隣、こんな広いけどお隣お揃い色つき。はい、到着。到着。OK。さあどうなってるでしょうか。いい。病んでな、病んでる、うん、病んでる病んでることにします。はい、あ、ほん、やっぱり同じ色っぽいね。そうですね、色違いで、ね、うん、マツダ3のファストバックタイプってやつですね。ファストバックタイプ、うん、でもやっぱ型が違うから同じ色でも雰囲気全然違いますね。うん、ね、確かにクールな感じがします。ちょっと勝手に比較みたいな。ほんでまたあの奥のこのなんていうの、岩山、はい、すごいよね、これすごいですね。多分海風いっぱい当たるからギザギザ確かに削られてんねやろうな。なるほどね。なんかあれですよね、またあのご利益というか特別な場所なんですよ ね、 ね、そうそう、ここ ね、 ね、やっぱりこの島と島をつなぐっていう意味で、はい、縁結びのね。怖ない、これもう通られんかった。私たちそういうこと、そういうことか、そういうこと、そう、そういうことです。私たちの今後の運命が今分かるということ。これはこれで面白いな。いやいや、既婚者はね、本当や、余裕やわな。ほんまや、うん、嬉しそうな顔して、ほんまや絶対あのな道なくても渡ったんで。そうですね、ほんまや、もう道は自分で作っていくもんやから。そうや、本当にもう南国、ね、うわ、いつかここキャンプしに来よう。ハイビスカスが、ね、ここ最高っすね、キャンプ場として。最高ですよね、ここでバーベキューとか。いや最高、しましょうよ、ね、やりたい、ね、絶対星とか綺麗ですよね。いや絶対綺麗、これ3あるな、これ来ました、来たんちゃう、ほんまに。あ、これ、あ、ここから、あ、うわ、道が、あ、ちょっと待って、道があるのかないのか。本当ですね。いや、とりあえず近く行きます。そうですね、行っていいですか。はい、わー、でも
すごい海、一気に海の匂い、ね、本当に、あー最高、おー、ちょっとなんとか渡られへんかな、本当にもう雨に打たれながらでも渡りたいけど、うん、ほんまによいしょよいしょ、なんか向こう誰かおらへん、確かになんかあの道の直前に一人で誰か、なんかこんな雨の中に女の子がいる、すごい風に吹かれてますけど、道がもう波に断ち切られている、もうこれは泳ぐしかないぐらいに、そうですね、あもう頑張る自力で、ね、もう神様とか言わずに自力で頑張る、切り開いていきましょう、ね、負けんとこな、まっちゃん、ね、頑張りましょう、ほんまあれちょっと私いいですか、はい、あの女性私知ってる人かもしれないんですけど、私も多分知ってるということで、ということで白々しくご紹介させていただきます。今回も実はゲストがいるんです。この方です。どうもです、中島由美です。お久しぶりです。ようこそチリンガ島へ。ここの住人ですか。もうずっと待ってたのに遅い。もうこんな雨にザーザー吹かれながら、いやもう何時間か前までは通じてたんですよ、うん、道が通じてた。ちょっと待ち長すぎて見ての通り遅かったんですかね。そう、ちょっとずつ交代を余儀なくされてたんですよ。ここまで遠くから見たらもう中島さんもアクイーンに敗れた人なんかな仲間なんかなと思ってんけど、ちょっとでもチリンガ島に近いところまで、ねうん、守っていこうと思ってたんですけど、はい、守れず、いやもう切ないわ。切ない。ここでちょうど途切れて、ね、ちょっとだけ先に見えるんですけど、もう無理ですよって。はい、今回ゲストに中島さんをお迎えしまして、鹿児島をドライブしたいと思います、はい、合流してこの女の子3人揃ってこの状況どうなった今までで一番過酷な絵面だと思う。ほんま、じゃあちょっといろいろも聞きたいこともあるんですが、もうこの状況でカメラも今びちょびちょですよね車に戻りましょう、 戻りましょうかね。思い残すことはないですか。ありまくりです今日の、はいはい、私の相棒マツダ3ファストバックモデルでございます。やっぱりそうでしたか。めちゃめちゃかっこよくないですかこれ。めっちゃかっこいい、ね、いやもう実はこう中島さんに会う前に2つ並べて眺めててん、たまたま色一緒なんですよ ね、 ね、あ色合わせてきてくれたわけではなく、たまたま合わせましたそれを言わせました。たまたまにすごいと思っただけやで、ね行きまーす。ゴー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 。砂つきそう。うわー、寒い。ようこそマツダ3へ。いやー最高の乗り心地。快適。やっぱりね、こう大人4人ってなると、うん、でも大人4人でも結構こんなに足広々みたいなね、うん、伸ばして乗れるという。うん、後ろもね広いですよね。うん、ゆったり過ごせます。シートがねちょっと本当に。なんかいい質感で、うん、2は2でいいんですけど ね、 ね、うん、天井はやっぱりちょっとこう僕177ですけど、うん、まあ少し上低いかなって感じつつも、うん、でも窮屈感はそんな全然ないんで、いや全くない、ね、やっぱ外の風のビュービューの音が全然、ね、確かに、ほんまや、いや確かに景色でいうとすごい草がこう揺れてるんですけどね風に、うん、聞こえないですね。ここからだったらちょっと近いドライブスポットが一つあって、それがね、西大山駅っていう駅なんですけど、駅がドライブスポット。そう、この指宿あたりっていうのは開門岳っていう有名な、はいはいはい、薩摩富士と言われるね、うん、すごく象徴的な山があるんですけど、はい、その山を望めるっていう日本最南端の駅があるんですよね、JR の駅。僕マツダ2運転して、
はい、なるほど、一人ドライブに。そうすいません。全然全然、もうあの女子3人の車内を、はい、確かに、あの、はい、グータヌーボー的な喋ってもらってですね。何の話しなきゃいけないとかないですか？うん、特にもう自由。わかりました。さっきが携帯落としたからここ割れた。あ、カバー、カバー、カバーだって。カバー、お願いします。これはもうあのやっぱ分かった、私がいるだけじゃダメなんや、私が出ないとダメなんですね。おザ・晴れ女の、あのここから晴れるんで、わ、今から晴れるよっていうの忘れてました。さすがだ、夕日が見られたらいいな、ね、じゃあもう終わりよければ全てよし。あ、砂虫風呂、ここに来た、ここ来た、ここはもうね、本当でも今日めっちゃ寒いやろな。確かに、あ、入ってても寒い。あ、いやでも入ってたらあったかいから、かい、もしかしたらあの顔だけ涼しくて体だけ暑いのが一番気持ちいいから、ちょうどいい。 YouTube まだ見られてない方見てください、ぜひ見てください。ピュッてこう一瞬中島さんの温泉シーンありますね。ピュッて、まあ、あるっちゃあるっていうね、そう、うまいことをはめ込んで、そうそうそう、ドライブうまいことはめ込んで、あの長くじゃなくこうスッっていうのがまたもっとみたいと思わせる。もう 女の子2人やんか、その時、はいはいはい、3人って今まで3人本当に初めてだと思う、ね、あのその3人だけっていうのがない。でもこんなキャリーさんめちゃめちゃハーレム、まあ今一人ですけど今目の前でね、マツダ2をハーレムって思ってくれてたらいいけど、うるさいわーって思ってないやろな思ってないやろな思ってる、大丈夫かな。でもさっき準備してる時になんかニヤニヤしてありましたよ、何だったんだろうあの笑いは。この前の時に庄司さんが出てくださって、そう、久々に、その時のキャリーさんを見た時に、あ、こんな人やったんやっていう感じなんか悪い意味じゃなく、うん、なんかこうノリノリな、確かに、行くぜみたいな、そうそうそう、キャリーですみたいな、そうキャリーですって言ってなかった、ね、キャリーですはよく聞いてた、あ、それは聞いてた、音声チェックの時だけ本番でね、そう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 、だからドライブショーの本編に入ってないから、そう、あ、あのやめてんなって思ってたけどだから多分女子2人だからそこに合わそうとしてくださってたんだなっていうのはこの前の庄司さんで感じて、あ、なるほど、そう、だからもうそこはそうならんように打ち破っていけるように私は頑張っていこうと思ってんねんけどなるほど、今後どうなっていくかなっていう、なんかキャリーさんがその出し切れるかっていうね、この女の子2人の前で自分を出しづらいと思うよすごい、それはどうなんやろ、まあでも そこまでプレッシャーかけられたね、逆に出さんと男が大丈夫みたいなね、すごい、わあ、こんな高いとこ走ってたんや、すごい、なんかちょっと棚田っぽくなってます。あ、来た、買い物だけ、うわー、これちょっと携帯で撮っとこう、あ、撮ってください、もうこの辺の自由感がわ、なんかすごい、ここの道もめちゃめちゃいい道やな、この直線、ちょっとキャリーさんに撮りましょうよ、もうここ、あ、じゃあこの綺麗な景色のところに行くってことか、まさに、あ、ちょっとでも海面だけに近づいて、すごい看板3つぐらいあった塩山駅っていう看板がみんな探してるんやろな、わ、でもなんかこの感じいいな、あ、電車のお芋や、お芋、広い畑がお芋なの、やっぱお芋植えてる、本当だ、焼酎になるのかな、ね、あ、しかもこんな市場とか絶対最高やね、美味しい、なんかあの駅の看板かわいい、本当だ、駅の看板だらけ、めちゃめちゃ絶対に迷わないで来れる、あー綺麗、すごい、わ、すごい神秘的、なんだこの駅、キャベツが綺麗キャベツ畑の中心で、あ、焼き芋って書いてる、あんの芋、しかも見るもん全部見ていく見るもん見るもん全部音読していくスタイル、いやでも、すごいこの駅、わ、うわ、すごい、しかも、あ、黄色いポストや、出た、 JR 西日本最南端の駅、北緯31度11分、よし、到着でございます、ありがとうございます、目の前キャベツ畑おお、すごい風、わー、風が強い、到着しました、到着、雨が止んで、雨止んだ、やった、すごい、わー、す
すごい。いや本当に本物の富士山みたいな。確かになんかあの、ね、ちょっと車が行っててすごい絵になりますね。確かにでちゃんとここに、うん、あの日本最南端の駅っていう。いやでもこの線路もいいね。そうですね、うん、からのそうこの景色。いや本当になんか富士山みたいに雲がかかってて、ね、全部を見せてくれない感じがね。また電車乗りたくなっちゃう。あ確かに一駅二駅でもいいから、ね、ここをビューと、うん、気持ちいいやろな、このまっすぐ。ねえ、なんか充実したいい旅ですね。ちょっといろんな天気もあり、いろんな景色もあり、はい、今回はね、はいはい、マツダ2と3と、はい、まあ、それぞれの良さがあってね、まあ、その辺もちょっとね、なんか皆さんにお伝えしながら楽しい旅ができたらなと思います、はい、車のことですね、詳しくは神戸マツダさんのホームページご覧ください。というわけで、まあ、今日はこの辺りにしときましょうかということでね、はい、また明日元気に、はい、あの旅が続けられるようにまた歌ったよ明日また元気に旅が続けられるようにね、飲みすぎないでね、今日はゆっくり飲みすぎないでね前回飲みすぎたばかり、はい、あの明日に備えて、はいはい、ホテルに今日は向かいたいと思います。というわけで今日はこの辺りでまた次回さよなら。